ヘイヨー、キンツメシです。今日もねクラやっていくんですけど、今日はですねグラチャレ12勝でやっていきます。はい、11勝無敗でございます。先ほどですね11勝で散ったので、まあそろそろね没動画を出そうかなと思ってはいます。先ほどはねペッカ工場で散ったんですけど、まあいろいろとねそのなんだろうグラチャレを回してみて分かったことが、スケルトンラッシュが強すぎると。これがね、僕の長年の研究結果の成果ですね。ただ、蓋を開けてランキングを見ると別にそんなスケルいないんですよ。そう、そんなにスケルいないので、どうなんだろうなっていう部分ではあるんですが、やっぱ特定のデッキを引けばスケルトンラッシュは強い。まあ、8000大会でも多く使われてますし、それ以外のね、ところでも、使われたりしてて、まあ、こんな感じでスケラー使ってる人もいるけど、いたわ。スケラーがね、もうほんと相性で勝ててしまうってとこが強いので、まあね、今からね、サクッと、はい、潜っていこうと思います。で、ペッカに勝てるのもでかいかな。ということでやっていきましょう。で、スケラーがきついのが、スパーキーと、なんだっけな、スパーキーと、ラバ。ラバですね。ラバがちょっときついんですが、まあ、頑張って気合で守れんことはないって感じですかね。いや、いろんなね、デッキをね、使ってね、グラチャレ12勝でやってると、ナースクエイクとか使ってると、スケラ引いたときに、はぁ、どうしようもねーってなりますよね。マジ、スケラは本当に相性の有利が激しすぎて、俺個人的にはね、こいつは強えなと思いますね。立ち回りもね、相当難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、ある程度こう、防衛から入って、じっくりじっくりとね、なんかクロスボウに似てるかな。皆さんクロスボウといえばさ、引きこもりクロスとか言ってさ、まあ引きこもられて負けたことあると思うんですけど、スケラも大概やで、本当に。引きこもって引きこもって、ティンティギティンティギギン、はぁ、なるよね。スケラもね、今熱いなぁと思います。ぜひね、なんか、何デッキ使おうかなとか迷ってる方はね、スケラ俺はおすすめします。スケラか、ペッカか、ウォールブレーカーなんですけど、スケラがウォールブレーカーとペッカに勝てるんで、まあ、ウォールブレーカー形によってはって感じなんですけど、まあ相当熱いんじゃないかなと。で、おそらく、スケラのデッキ紹介が、これあれか?俺、最初の時にさ、多分グラチャリ12勝と最初がスケラじゃなかったですっけ?あんま覚えてないですけど、ちょっとね、マッチング長いんすね。もうサクッとマッチングしてほしいんですけども。没収がね、いっぱい溜まってて、没収とは何かっていうと、俺毎日これ12勝をね、するってやつを、今シーズンから始めてるんですけど、まあ、今んところね、今日の、これは今日の分なので、達成はできてる状態なんですが、そこで12勝するんだけど、まあ、一戦一戦大事にしたいという気持ちから、この最後の一番緊張するだろう12勝目の試合を、まあ、動画を撮ることによって、その、よりね、負けれない、負けたら悔しい、記憶に残る試合にしたいという狙いから、まあ、やってますと言ったところですね。まあ、かなり自己満な企画ではあるんですけど、まあ、多くの方にね、見ていただけて嬉しいです。まあ、グラチャレの環境とか、今どういうデッキが強いのかってところが、まあ、分かるといった点では、まあ、一つのね、動画としては結構面白いんじゃないかなと思ってます。で、12勝、だから11勝2敗とかから始まって、今回11勝無敗なんですけど、11勝2敗とかから始まって、例えば負けるじゃん。負けて12勝できませんでしたってなったやつは、全部ね、没動画として出してないんですよ、実は。で、その没集を出そうかなと思ってて、多分ね、8個か9個くらいあるんですよね。その12勝じゃなくて11勝で散った動画が。で、それね、おもろいんですよ。俺12勝するまで寝ないって縛りをつけてるんで、例えば夜中の3時とかに10勝2敗から負けるじゃん。で、勝ち確から負けたりもするわけよ。そうすると、もうボツって動画わかるんだけど、はぁーとか言って、めっちゃ大きなため息ついたりとか、ちょっとね、しんどそうな剣詰め師がね、いっぱい動画に現れてるので、その没収をね、軽くダイジェストして、近々出そうかなと思っております。で、マルチのね、取り上げも、そろそろもう、やり始めないといけなくて、もう今シーズンもう展開は言ってたんですけど、何のデッキだろうかなって迷ってて、人技がね、環境な気がするんだよなマジで。マジでさ、毎シーズン俺人技デッキにさ、全勢力注ぎ込んでさ、散ってるんですよね。ただ、今シーズンエリゴリいないし、いたとしてもワンチャン勝てるんで、ちょっとね、俺の中では節ありだと思ってます。
さあよろしくと。さてさて、手汗がやべ。だスケルトンラッシュのね弱点はね、この初手がね動きづらい。でここでいきなり始まりベビートラスケラとかやっちゃダメなんで、できるだけ待ちたいですね。待ってあげて、ここスケラ以外を使って、まあ相手の歩幅を合わせていくって感じですね。後ろからベビドラはまあ悪くはない手なんですけど、どうしようかな。もうちょっと待っていいか。で、相手も待ってくるってことですよ。で、ここ内側ベビドラと、ここ外側ベビドラって言うんですけど、内側ベビドラで行くと、こうベビドラが飛んでって、こう行くんですよ、ここに。はい、ここら辺に留まるんで、ここ取れないでキューって座れるんで、近畿道すれちゃうんで、角から出すのがおすすめです。行きます。俺もベビドラで動きます。初手ベビドラとかはまあありですね。マジアチャ、これポイズン打ちましょう。マジアチャで待つということは、ヤギゴレかペッカかその他もろもろですね。これはナイトで受けたいですね。はい、この年もバカにならないので、ここマジアチャいたらすぐアイスウィザード出すんですけど、いないんで、ここは一回待ちからですかね。ここはダークプリンスってことはペッカかな。ロリババまで使って守っていきましょうか。ここはで、ここボムタワー出してきます。ちょっとね守りすぎなんですけど、途中からペッカイとはペースを掴んでいきたいです。で、ここのエレキはダメです。ポイズンチャ、マジアチャがマジで一番厄介です。で、ここはベビドラ出しておきます。ここねキング起動してもいいんですけど、このようにね狙われてくるので、こんな感じで、はい、守ってあげます。で、ロリババでいい感じに後ろにノックバックさせつつ、で、ここでトルネード使って守って、えいと。はい、ここで今リズム合わせてます。ペッカ受けてからのリズムを作りたいって感じですね。で、ここボムタワー今度は温存したいんで、こういう、なんだろう。こういう場面になったら、まあ、温存してっていいのかなと思います。で、ここもダメージ、あれ入れたくないんで、放置してあげて、ここはポイズン打ちます。はい、ここマジアチャに打ちたかったんですけど、まあ致し方あるめえといった感じですね。で、これ起動します。はい、これ起動します。キング起動がねいつの時代も強いんで、 OK、 延命されようが、ここははい守ってあげて、で、できるだけボムタワーこれ延命したいんで、ここで延命してあげつつ、チャンスですね。わかりますか、この今のチャンス。で、これ、アイスビザードが仕事してて、これやばいんで、守ってきます。守りつつ、ただこれ、ベビドラがかなりいいダメージを与えてるんで、ここはいい感じですね。で、ここ許容してあげて、ここで相手今、あれしかいないんで、ポイズンとマジアチャしかないんで、ここまあ、ポイズンっぽいか。じゃあ、ここポイズン打っちゃおう。こんな感じでダメージを入れてきます。ベビドラが相手からするとしんどいんですよ。なので、こんな感じで守りつつ、こっからは相手がケツ工場からのハシマイペッカとか来ると思うんで、ボムタワーやりつつ、ここね、ロリババここら辺に転がすと、あ、来なかった。ペッカが後ろにニュイーンって戻ってくるんですよ。で、そこも使うと、割とオシャレですね。ここ共有でいいか。共有でいいわ。で、ポイズンですね。で、逆サイドもこれ怖いですよ。このエレクトロウィザード。怖いですが、ここはボムタワーがあるので、アイスウィザードで持っていきつつ、あれはローリングバーバリアンで処理しましょう。はい。OK。ナイト出す。ボムタワー出す。ポイズンはやめとこう。で、アイスウィザード出しつつ、はい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 、はい、で、相手がもうこれ使ったんで、スケラ打つだけで相手はしんどいと。であとはここの空マウントじゃないですけど、ここさえ警戒しとけばあとなんとかなるので、で、ここのダクプリモに一応ダメージ入れたくないので、はい、で、これであと1秒でポーンですね。グッドゲームと。こんな感じでペッカもね、まああっさりと勝利することが可能でございます。まあこれで12勝無敗ですね。スケラが本当にね、ちょっと強すぎやしやせんかと、いったところではあります。はい。12勝0と。
で、リプレイは、どれがいいかな。スケラミラーは、まあいいとして、バルーンかな。バルーン見ていくか。どっちの方がいいかな。バルーン。まあ、これ見ましょうか、じゃあ。これなんですけど、まず、防衛施設とトルネードで、バルーンは絶対キング起動できるんですよ。で、ノーダメでキング起動できるんですよ。だからそこがポイントなんですね。で、覚えておいてほしいことは、相手のバスケット重視に、しっかりとポイズンかけないと、マスケが残るんですよ。で、ここは被ったんで、シャアなしですね。で、ここ、マスケ来たんで、ここスケラ打ってポイズンだったかな。ここ、ポイズン打ちたいんで、アイスビーズ切っちゃったんですけど、こんな感じで、これちょっと俺がポイズン多くすぎたんで、これマスケが残るんですよ。ってなると、このマスケもね、ディガー来たら無視できないんで、まあ要注意ですね。で、ここはまずマスケット重視使った後なので、スケートのラッシュと。で、こんな感じでね、ベビードラゴンをマスケット重視で受けないといけないので、ダメージが入ってきます。で、ここは、もしかしたら、後ろの、このナイトにね、まとめて、ナイトでまとめて処理できないように、後ろにディガー飛ばしてくるかもしれないので、まあ、そこを見てから、トルネードで緊急起動できる場合はしていくと。で、ここポイズンですね。でこうやってアイスウィザードとかで、こう足止めすると残るんで、マスケット重視ね、完璧に処理できるので、あとはこうやってベビードラゴンで守りつつスケルトンラッシュを打つだけです。で、ディガーに対してはまずナイト。これ、間違いなくトルネードで正な位置に来るんで、まあ、そこは、一応放置ですね。こんな感じで、ベビードラとスケラを一生打ち続けると、相手としては、まあ、呪文がね、あんまりないので、ここで守れると。で、ここでバルーン来たら、まあ、ちょっとボムタワー寄せ目から始めて、で、このディガーは無視ですね。このディガーは無視してあげて、ここでトルネード。打ちつつナイトが残ってるので、その間にスケルトンラッシュ。で、まあ、ここはね、もうスケルトンラッシュが刺さるんですが、一応こうやって2周目バルーン来たとしても、アイスウィザードプラスの、ボムターで守れると。で、相手、まあ、スケルトンラッシュ止まらずって感じですね。まあ、今のところ守られたとしても、あとポイズン打ち続ければ勝ちといった感じで、まあ、スケラはね、バルーンに対しては、超相性がいいと思います。で、ペッカ工場への勝ち方がちょっと難しいですかね。先ほどのように、リズムを作んないといけないので、まあ、ここを、こう、まあ、2倍ぐらいで見ていきましょう。多分さっきのね、ペッカ相手の動きは、まあ、かなり良かったんじゃないかなと。あんな感じで、とりあえず守って、で、エレクトロウィザードとマジックアーチャーが残ると、まあ、事故の原因になるので、って感じですね。さあ、ここ、マジックアーチャー始まり来たんですけど、まあ、ポイズン打たれてもいいから、スケルトンラッシュ打つと。で、こういうのは、ま、受けてあげると。まあ、ここまではいいですね。でですよ。うまいペッカ使いは、やっぱこういうケツペッカをしてくるんですよ。ってなった時は、ロリポバ逆サイとかに流さずに、一旦ボムタワー、はい、先置きでいいです。はい、出してあげて、これ出してあげます。で、これ逆サイド工場が釣れない位置なので、トルネで巻き込みつつ、ボムタワーバッカーと、まあ、アリーナタワーで、ペッカー処理ですね。で、ここもしっかりと押さえつつって感じです。まあ、序盤は守るって感じかな、要は。で、ここ、ボムタワー出してあげて、で、ここからが、ケツベビドラから入って、ここはポイズンで処理ですね。で、これスケルトンラッシュ打ち込みます。どうせ防衛ポイズン打たれるんですけど、このベビドラが、ペッカを貫通してタワーに入るので美味しいです。で、ここね、ボムタワー出すんですけど、これ、工場これ釣れないんだなと思って、多分、もうちょっと上でもよかったかなって感じがします。両サイ釣りたかったんで、逆サイに置いてくればいいかな。で、こうダメージもらっちゃったんですが、こうやってナイトで逆サイ継ぎつつ、まあ、とりあえずスケルトンラッシュ打つと。で、ポイズン防衛で打たれたとしても、かなり入るので、大丈夫です。で、ここでボムタワーで寄せつつ、アイスウィザードでペッカー処理できます。で、ここは、しっかり守ってあげて、ナイトだけだとね、ガインが入るんで、ロリバーボンまで添えていくと。で、こうやってやっていくと、相手がね、この、マジックアーチャーを真ん中に出し始めるんですよ。ってなると、ここでポイズンでマジックアーチャーを削りつつ、スケルトンラッシュでちょっとずつ削りつつっていうのができます。で、こう延命してあげて、とりあえずスケルトンラッシュ飛ばせば飛ばすだけダメージになるので、はい、こんな感じで、はい、コーンポイズン入ります。スケルトンラッシュに、当たるようにマジックアーチャーやるには、キングラか、ああいうポイズンかかるところなので、入ってきます。で、ここら辺はもう終盤ね、惜しみなくポイズンの防衛に使ってあげると結構いい感じに、はい。ペッカももうベビドラとかアイスビーズで溜まっちゃえばね、もう無双してくれるんで、まあ、それでいいのかなって感じですね。で、これでポイズン打って、まあ、タイブレーカーでグッドゲームと。いった感じですね。
まあ、こんな感じで、今流行りのペッカ工場がいっぱいあるんですけど、スケルトンラッシュ、ぜひね、使ってみてほしいかなと思います。ということで、宝箱開けて終わりましょう。まあ、徐々にね、カードも集まってきたんで、ね、頑張っていこうと思います。こんな感じですね、今、戦撃が。うん。まあ、ということで、おつめし、バイバイ、スケルトンラッシュ、マジで最強なんで使ってください。